本物のサラじゃないのね。ティアラよ、私はヨルドのザ。ガーディアンワールドに住む人々が使う魔法の力の源だ。我に従い、我を称えよ。さすればお前たちにトガの幸せをもたらさん。本当の本物のサラはどこにいるの？本当、本物、君の好きそうな言葉だね。今この現実において本物と偽物の2種類しかないというつもりかな。なんだい？別に何でもないわ。君といるといろんな発見があるな。例えば？何でもないものが突然特別な輝きを持ってるってことに気づかされたりするのさ。私と一緒にいると？そう、だいぶ冷えてきたようだ。そろそろ帰ろうか。カゲツ、私のこと好き？今ここに僕とティアラがいて、それ以上の言葉はいらないんじゃないか。それだけじゃ嫌。好きっていう言葉が聞きたいの。言葉は口を出た途端から本来持っている力を失ってしまう気がする。本当のことでも言葉にしなければ伝わらないわ。本当、嘘、どちらも同じくらいの価値しかないのだ。それが分かるまでに私も長い時を過ごした。あなたは何者なの？私はお前たちの世界、ガーディアンワールドの歴史が始まる以前よりいた。ヨルドの座を守れ。国の栄えのためによるべなき我々に安息を与えたヨルドを称えよ。互いの契りの中で永遠に続け、ヨルドの座よ。長老様、今の歌はどういう意味があるの？ガーディアンワールドに住む我々が持つ力は、選ばれた者のみが持つ特別なものだ。その力の源はヨルドの座であり、我々が守っていかねばならないのだ。ヨルドの座って何なの？ヨルドの座が何であるか私にも答えられない。その問いはいつかヨルドの座にするがよい。ヨルドの座、あなたには何でもお見通しっていうわけ？いいわ、サラを、カゲツを、みんなを返して。お前の希望を叶えることが私にとって何の意味がある？この現実において真に意味のある存在は私だけだ。その私が興味を持たないことに自分の力を貸して何の意味があるだろうか。私が君に興味を持っているのは事実だ。それ以外に確かなことは何もない。私にとって大切な人なの。大切か。この世に性を持っている存在の数は多い。その中のいくつかだけを特別扱いする理由は何だ？ここで長々と議論する気はないわ。あなたが何者であれ、私の目的は変わらないのだから。ティアラの目的は私をガーディアンワールドに連れ戻すことだったのではないか？喜んで戻ろう。それを邪魔する者たちは君が倒してくれた。私もガーディアンワールドに再び平安な時をもたらそうではないか。全てはうまくいった。違うわ。こんなこと私は望んでない。望んだことだろうが望まぬことだろうが、今ある現実は変えられない。力を持つ者たちよ、お前たちの力の源を今ここに見せてくれ。私、ティアラとの契約を果たすがよい。まだ遊び足りないようだね。契約のもと命令する。ギルエルド・ザマン。だいぶ力を使ったみたいだけど、まだ余力があるなんてさすがティアラだ。変身した君はまた一段と美しい。たっぷり遊べそうだ。もっと楽しい場所にしよう。この中は全てがあなたの世界。私には選べる余地はないようね。こうして起きていることも全て君が望んでいることが起こっているという考え方もできるんじゃないかな。サラを返してほしいならついてこい。いいぞいいぞ、早いね、ティアラ。面白い。
特別な力も特別なことにしか使えないから、それ以外の場合には何の役にも立たないというわけだ。余裕しゃくしゃくね。そんなあなたを羨ましがる余裕はないわ。何なのこの気持ち。リオン、ティアラ様は僕が思っていたよりちょっと重いですね。大丈夫かい、ティアラ。ジャパロ、君が戦っている間になんとか復活、もう一踏ん張りできそうさ。ごめんなさい、ティアラ。私、ヨルドの座に操られていたの。今はその力を私たちに使っていない。レナ、ティアラ、カゲツ、みんな油断するな。まだ何も終わっていない。ヨルドの座は様子を見ているだけだ。カゲツ、サラはどこにいるの？ヨルドの座は私たちをどうする気なの？わからない。ティアラ、レナ、すまない。こんなことに巻き込んでしまって。心配しないで。私は自分のしたことに責任を持つつもりです。僕にはあったかい言葉をかけてくれないのかな、カゲツは。男が思いやれる相手は女性である方が自然だと思うけどね。みんな元気なようね。安心したわ。誰が巻き込んだか、巻き込まれたんだか、こうなっては決めようがないわね。僕は最初からこんなことになりそうな予感がしていたんですよ。言い残したことはもうないかい？僕自身に限って言えば。みんな気をつけろ。ヨルドがまた動き出しているぞ。感じる。気持ち悪い。ザラザラしてる。カゲツ、今私は楽しい気持ちになっている。そんな気分を味わうのは久しぶりだよ。そのすべてが私の手のひらの上で起こっていることだけれどね。さあ、こんな私を今度はどうする？さあ、何がやりたいんだ？言ってごらんよ、ティアラ。ヨルドの座さん、はっきりわかった。あなたは私の敵だわ。ほうほう、敵。味方でなければ全て敵というわけか。それは一つの判断でしかない。その判断も時と場合によって変わる。不変なものなどない。それを私は見てきた、長い間。ティアラ、君は自分が正義だということにしてカゲツを追い、そのカゲツに味方する者としてレナと戦い、挙句今は私と向かい合っている。一体どういうつもりなんだい？私はいいのよ、ティアラ。人は生きて、その人生の分かれ道で迷うものよ。時として判断を誤ってしまうことだってあるかもしれない。でもその時を生きているんですもの。一度の人生を振り返ることはしたくない。ありがとう、レナ。どういたしまして。人間っていうやつは。まあいい。さて、力を使って弱っているお前たちがどう戦う？頑張るな、パートナーたち。知ってるよ。君たちの役目は力を持つ者たちが成人するまでのお目付け役だ。その役目を決めたのも私だ。君たちの先祖を他の世界からガーディアンワールドに連れてきて、その住人に使えるようにしたのも私だ。どうだい、ティアラやレナを守る理由は私が作ってあげたんだよ。感謝でもしろっていうのかい？家庭はどうであれ、僕は今自分がいるところに不満はない。大きな流れの中にいることは間違いないが、そこから出ることだってできたんだ。僕はそうしなかった自分に誇りを感じている。僕は自分に自信を持てない控えめな性格だけど、ティアラのパートナーになれて楽しかったよ。二人の息はぴったりだったね。過去形にしなくてもいいわよ。覚えておくよ。パートナーと言いつつもお互いの関係は平等ではないのだ。はっきりした上下関係を作ったのも私だ。それが今いらないと感じたら答えは一つだ。ジャポロ！なんてこと。
てきたものはいつか死ぬ。早いか遅いかだけだ。私の一存で行われようと、自然の中で起ころうと差はない。ひどい。運命が変えがたいものであるという考えもあるよ。私がふと思いつきで実行したことも、すでに決まっていて起こるべくして起こったという考えだ。そんなことあるはずないわ。あなた、私が思ってたより強いわ。私強くない。いつも溶け込めなかった。でもあなたは違ってた。いつもあなたが羨ましかった。何度思ったでしょう、あなたのようになりたいって。あなたは私のライバルだわ、ティアラ。今は力を合わせてヨルドの座と戦いましょう。戦って勝って手に入れるというわけだ。人はそうやって生きていく。自分だけが特別だと思い、他のものを押しのけて自分の場所を作り、余裕ができ年老いたところで自分の人生を解雇して自慢したり後悔したりしている。皆同じだ。ティアラ、レナ、お前たちは私には勝てぬ。存在の大きさが違いすぎるのだ。どうする、レナ。さっきの戦いで私たちの力は弱っているわ。変身するのは無理。相手はそれでなくても強い。勝ち目はないってことよね。負けないように戦いながら様子を見て反撃。情けないけどそれしかなさそうね。準備はいいかい。私もこの形に飽きた。君たちの好みの形になろう。本当は形などどうでもいいのだけれど、喜んでもらえたかしら、ティアラ。なんて